いらっしゃいませ。東京高円寺のライブハウス、ライブミュージックジロ吉からお届けします。ライブミュージックを愛するすべての人へ。離れていても集まれなくても、そこで鳴り響く音楽を、熱を届けていきたい、そんな思いからラジオハウスを立ち上げました。毎回ゲストの方とリスナーの皆さんの声で作っていきます。こんにちは、こんばんは、ジロ吉の美穂です。秋も深まってきましたが、皆様お変わりありませんか？コロナの状況は刻一刻と変化していますが、ジロ吉は来年に向けて熱いライブが目白押しです。引き続き人数限定、同時配信ライブを続けてまいりますので、どうぞお楽しみください。さて、本日のゲストは、こうした状況の中でも毎月ジロ吉から素晴らしいライブを届けてくださっている方です。ベーシストの中条隆さんです。こんにちは。こんにちは。こんばんはっていうパターンもあるんですよ。はい、おはようございますも可能性としてはありますよ、はい、あまり午前中からってないんですけど、あ、でもそうですね、皆さんですよ、ね、会うとき大体、はい、実は今日の収録日、今夜ブルース・ザ・ブッチャーのライブがあって、でそのリハーサルの前にお越しいただいてます、はい、早い時間からありがとうございます。大丈夫です、大丈夫ですっていうのもあれですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。緊急事態宣言の期間を除けば、はい、ブルース・ザ・ブッチャーはのメンバーとして、はい、13年間毎月ジロ吉にご出演いただいているんですよね、はいはい、中条さんに。すごいですよね、はい、本当にそう思うとで、今月は一乗寺フェスに続いて、はい、そうですね、今日は2度目のご出演ということになりまして、最近では秋ブルースバンドや、はい、薄井ミトンさんとも出演していただいてます、はい、ジロ吉、はい、お世話になっております、はい、こちらこそ、はい、で他にもたくさんプロジェクトに参加されていて、ジロ吉には出ていらっしゃらないんですけど、はい、シアターブルックとか、はい、カウチとか、はい、あとヒトトヨさんのプロジェクト、これも、まあ、企画ものですけれども、はい、昨年の中津川のソーラーフェス絡みで、はい、そういう、何本かライブを楽しませていただきました。それが、はい、秋ブルースバンドも、八代亜紀さんの、あれ、ブルースを歌うっていう特別な、八代さんがブルースをコンセプトにしたアルバムっていうのを、はい、ジャズのやつとかも出してるんですけど、それの一環でそのブルースのアルバム出してて、はい、でそれでそのライブをやってみようっていう話、企画が持ち上がって、はい、それの、メンバーにしてもらったんですけど、それも、フェス絡みと、何本かみたいな感じでしたね、うん、で八代さんが、お忙しい方ですし、はい、そんな例えばそのジロ吉でやるときに来てくれっていうことはないんですけれども、はい、バックのそのバンドのメンバーはそれ、はい、みんな集まってやるの楽しいっていうことで、スーパーバンドですもんね。八代さんはいないですけど、続けさせていただいてます、はいはい、いつも楽しく本当にご出演いただいてるので、はい、あと他に北海道カラフトアイヌに伝わる弦楽器のトンコリを主としたバンドのオキダブアイヌバンドとか、はいそうですね、結構本当いろいろされてますね。でもあれですよ、そんなに言うほどはやってないですそうですか、はいで今ちょうどこの後ろに、BGM というか音楽かかっているのはシアターブルックの、はいこちらカームダウンというアルバムの、はい、ミニアルバムですね。ミニアルバム、はい、5曲入りの、1曲目の有田家の、はいはい、という曲で、中条さんがプロになったのはシアターブルックに誘われたからだと聞いているんですけれども、そうです、はい、まさにその通りですか。その、ね、90、はいライブに参加しだしたのは90年、多分4年とかだと思うんですけど、で、その最初はサポート扱いっていうか、自分の関わり方もサポートのメンバーみたいな感じでやってたんですけど、いわゆるそのメジャーレコード会社から
アルバムを作って出すって話になった時に、うん、正式メンバーになりませんかという話をいただいて、はい、でまあそれでまあじゃ あのやりましょうっていうことになって、はい、録音したのがその最初のミニアルバムだったんですよ。でまあ何ていうんですかね、そのまあ、とあの自分がその楽器を弾いて、まあ、お金をもらうようになるっていうことの、まあ、きっかけを作ってくれたっていうか、まあ、それの最初のレコーディングだったっていうか、うん、まあ、そういう意味もあって、まあ、それを選びました、はい、まあ、それが今まで続いてるっていうので、シャダブックメンバー佐藤泰治さんが結成で、はい、そこにエマーソン北村さん、はい、でいらっしゃった沼澤さん、はい、で初めて組んだのが沼澤さん、あ、でも95年の時は、はい、僕が入った時にはドラムは別の、あ、そうか、はい、三島君っていうドラマーの方がいて、はい、で鍵盤にも若林君っていう別のメンバーがいて、であとはその DJ チームっていうのは、まあ、それがちょっと特殊、当時のバンドとしてはちょっと特殊なスタイルだったんですけど、うん、エルパソブラザーズっていうユニットがあって、うん、そこ あの吉澤ダイナマイト君と米西君っていう2人のコンビが加わった状態で活動してたんですね。で、まあ最初のアルバム作ってから、まあ、すぐメンバーチェンジがいろいろあって、うん、で、まあ、次2作目ぐらいからかな、沼澤さんと北村さんがちょっと関わるようになってきて、まあ、今にいたんですけど、長いですもんね。そうするともう結構長い、もうだって、25年そっかそっか、一番長くだからやられてる、結成したのはね、彼らはその彼らっていう言い方も変ですけど、うん、シアターブルって最初徳島のこのメンバーで主に構成されてて、それでまあ都内でライブとかやって、僕は別のバンドで対バンとかしたことあったりしたんですけど、はい、そういうバンドだったんですよ。で、僕が入ったのが、まあ一番、その、今のスタイ、今のメンバーの中で一番古いんですけど、うん、それが94年とここで。あ、4年。うん。だからその徳島の頃のメンバーとやってたのはもっともう、だからそれより全然前だと思うんですよね。だからバンド自体は多分30年とかそれ以上続いてるんじゃないですか、うん、はい、そうですよね。80年代から続いてるっていうことですもんね、うん、じゃあ中条さんはそれまでもちろんだから台湾とかされてたってことは、はい、ミュージシャンになろうっていう、なれたらいいなぐらいでしたけどね、うん、なんかまあ、うん、まあ、漠然と、はい、そういう感じでした。へえ、はい、パン屋さんとかレストランとか働いて、バイトね、はい、バイトはまあ当時のミュージシャンいっぱい、うん、まあそういう、はい、今もね、うん、みんなそうだと思いますけど、うんうん、バイトいっぱいしてましたよ。うん、パン屋さんはね、別に作ってるわけじゃなくて、配送、配達、あ、配達、各店舗にね、ってくやつ、パンを作りそうな感じありますけど、はい、パンは作れません。作らない。はい、興味はあれですか。パンをね、作ろうとはなかなか思わないですね。そうですか。好きですか、パン。まあ、どっちかっていうと、はい、まあ、お米とか麺の方が好きですけど、はい、朝はほぼパン食べてます。あ、そうなんですね。はい、パンはね、うん、作る、昔パン焼き器ってちょっと流行ったの知ってます、はい、ホームベーカリー、はい、じゃなく、ホームベーカリー。ホームベーカリー。はい、あれがね、多分僕が小学生ぐらいの時に多分ね、出てきたと思うんですけど。あ、そんなに前からありますか、うん、ね、餅つき器とかと一緒にね、はいはいはい、そのちょっと後ぐらいに出てきたと思うんですけど、はい、で流行って、はい、結構みんな買ったと思うんですけど、その家庭が、うん、お母さんたち、もう、うん、多分無用の長物にすぐなったと思いますよ。うん、あれでも粉と、まあ、材料を入れて、うん、ほっとけば結構かな、ちゃんとこねてくれるし、ですよね、うん、でも本当に作りたい人は、はい、自分で手でこねてちゃんとやるじゃないですか。まあ、好きな人は絶対そうですよね。ね、そうなんですよね。で、あれまあ食パンだけっていうか、だけってことないですけど。でも、あれですよね。うん、生地を練る、練って、はい、まあ、最終的に、うん、ホームベーカリーの中で出来上がるのはまあ食パンみたいなものってことですよね。はい、でもその、混ぜたりするので取り出して、うん、オーブンで焼けば好きなあれにはきっとできるんですよね。そうなんですね。そこで、
自分の好きなような形を作って、オーブンで焼けば、また違うパンが確かに。ですよね。はい。何の話してるんですかね。はい。でですね、またちょっとバンドのお話に戻りまして、はい。もうバイトの話はいいですか。何か、はい。印象に残ったこととかありますかね。何バイトで。はい、遺跡の発掘っていうのはやったことあるんですけど。まあ、それもまた、はい。面白かったですけど、ね。面白そう。はい、なんか、でもね、発掘しました。イメージ的に、こう、面白そうとか、うん、ロマンがあってとかっていうイメージあると思うんですけど、うん、まあ、土木作業とか、はい、なんていうんですかね、うん、こう。土を掘りいじるっていうか、はい。そっちにどっちかというと近いですね。まあ、そうですよね。大事な肝心なところは、その、研究員の方とか、うん、そっかそっかそっか。県とか市の埋蔵文化センターの人がやるんで、何かがありそうだぞっていう時には、うん、もうちょっとじゃあ触らないでっていう状態になるんですか？そうなんですよ。で、僕はその、学生バイトで行ったんですけど、うん、割とその、そういうのに、まあ少し興味があったりすると、はい、まあ最終的には、その出てきたものを土器とかね、はい、そういうのを、こう洗って、で、その、どっから出たとか、うん、それを、裏側とかにね、こう、筆で書いていったりする作業とか、その、掘ったところの図面を起こしていく作業とか、そういうのも、ちょっとずつはまあ、関わらせてもらったりはしたんですけれども、うん、はい、普通にその、なんていうんですか、パートの方とか、うん、その、土木工事とかの専門の方とかも、まあ、混ざってやってて、うん、専門、それぞれの専門分野の人もやっぱ、多少かかってきてるんで、はい、で、そういう人たちにとっては、なんでこれこんなね、その、陶器の破片みたいな、これをね、探すのを、こう、一生懸命やんなきゃいけないんだろうみたいな感情っていうのは絶対あったりするわけで、そういう、例えばパートのおばちゃんとかは、もうなんかこう、全然そんな気にしないで、こう、なんていうんですか、ガッとこう、掘っちゃいけないとこを掘っちゃったりとか、もうなんかね、わちゃわちゃしてて、なかなかおかしかったですよ。へぇ、じゃあ、まあ、考古学者の方っていう、方も、こう、だから混ざって、もうそういう専門家と、そういうパートの方とかもみんなで。うん、はい、でも、ここを掘ろうっていうのは、大体もちろん当たりが、考古学者の人たちがつけてて、そうですね。集められて、うん、掘っていく。うん。でもまあね、そんなにその、なんていうんですか、文化的に、いわゆる貴重とか重要な、遺跡じゃないのもあったりするんで、うん、本当のなんかその、世界の権威みたいな人とかは、うん、来るようなとこではなかったですけど、でもまあ、当時のその、はい、そのエリアのその昔のその住んでた人の状況とかをね、知る上ではやっぱり。そっかそっか。うん、まあ民族学っていうかなんかそういうような感じ。そうですね。まあはい。面白かったですよ。弥生時代とかね。はい。そういうその頃なんで。中条さん自身何かこう見つけたっていうのありました？見つけたっていうかまあ掘って、その君、ここ、掘って、この古い土と、新しい土の境目をどんどん掘っていってくださいってやっていくと、うん、まあ出てくるんですよ。へー。何か出てくるんですか？はい。なんか、まあ土器の破片とか出てくるんですけど。へー。まあ、それは簡単にまあ出てくるんですけど、うん、こう、なかなかこう扱いが難しいものもあったりして、うん、こうね、バラバラになっちゃってたりすると、割とまあいいんですけど、うん、結構整った形で出てきちゃったりすると、これを、ね、破壊しちゃったら大変なことになるみたいな。うんうん、あれがあって、なかなかその辺は繊細ですけどね。最初こうね、うん、カスッと。うん、なんていうんですか、ちっちゃいね、スコップみたいなんでやって、うん、で、こう、最終的にはそう、竹べらとか、ハケとか、うん、そう、爪楊枝っていうかね。だんだん繊細なものっていうか、そうそうそう、そういうので、こう、掘っていくんですよ。へぇ、傷つけないようにっていうことですよね。そう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 、面白い。その辺は、こう言っちゃなんですけど、はい、その、パートのおばちゃんとかは、そんなのまあ全然気にしなかったりして、ガツガツやっちゃって、ちょっとした事故あった。事故もあるんですけど。へぇー、じゃあ、まあ、いろんなすごい面白い仕事っていうか、バイトもされたりとか。はい、で、じゃあちょっとまたバンドの話で、はい、すいません。オキダブアイヌバンドっていうのは、はい、世界各地で演奏されていて、はい、まあウォーマットとか参加されてて、はい、いいなって、こう、思ってたり、見てたりしてたんですけど、ツアー行ってるの。はい、で、海外では、なんかこう、印象に残ったこととか、思い出ありますかね？印象に残ったことね。うん。うん、一番最初にね、その、キーダブアイヌバンドに入った時の、最初のその、
まあ、仕事っていうか演奏がいきなり海外のフェスだったんですよ。はい。どこの国でしたっけ？それはね、うん、ドイツ。ドイツ。ドイツのね、ルードルシュタットっていうところで、うん、まあ、ワールドミュージック。今、はい、ワールドミュージックって言い方がなんかちょっと問題になってるらしいですね。そうなんですか？グローバルミュージックとかなんかまあ、はい、いろいろまあ、呼び名はね、知らなかった、あるみたいですけど、はい、まあ、そういうフェスがあって、うん、はい、それに呼んでいただいて、行って、うん、まあね、いわゆるそのロックフェスとはちょっと違ってて、うん、すごいね、ちっちゃい子供からおじいちゃんおばあちゃんまで、はい、こう、楽しめるような感じの、まあ、のんびりした、うん、いい、すごく、規模、まあ、それなりに大きいんですけど、いいフェスティバルでしたね。うん、そこが、まあ、それでまあ、いきなりその最初の演奏がそういう場所だったんですけど、はい、すごくなんか緊張しながらも楽しめました。うん、あと、オーストラリアも行かれてましたっけ？オーストラリア行きました。それがウォーマット。あ、そっかそっか。2017年かな。はい、それもまあ、すごく良かったですね。うん、なんていうんですかね、うん、フェスティバル自体のその感じがすごくこう、平和的で、うん、まあ、まあ、音楽フェスってまあ平和的なのは基本ですけど、うん、なんか、その、なんていうのかな。とにかくこう、なんかこう、面白いものを見つけてやろうみたいな、その、うん、普通の人たちがいっぱい来てる。はい。まあ、いわゆるその、特別音楽が好きじゃない、好きな人とか、うんうん、そうじゃない人も、まあ、家族で楽しみに来てたりとか、うん、そういうのがすごいいいなと思って、うん。すごかったのはね、ネパールのフェス。ネパールも行ったんですか？ネパールの、ポカラってとこで、やったんですけど、うん、はい、それはね、うん、停電したりとか。え、全部落ちちゃったんですか？そう電気が、うん。そう、それとかね。はい。マザーさんのバスドラに穴が開いたりとかね。え、うん、叩いてて。で、ボスとかっていう感じで。アンプとか機材類は聞いたこともないなんかメーカーで、うん、なんかね、インドのメーカーとかね、はい、アンプだったりとかして、すごかったですね、それは。ちょっと。でもそんなのめげずにね、すごいみんなね、楽しんでて、うん、お客さんもいっぱい入って、うんうん、よかったです。あ、だからまあね、うん、その、海外のフェス、まあ他にもね、そのカナダとか、ロシアとか、ロシアもロシアもあったんですけど、まあそう、なんていうんですか、その沖さんのやってる音楽自体がそういう、まあいわゆる、はい、普通のロックバンドとかじゃ全然ないんで、需要がやっぱりね、そういういろんな、ちょっと普段なかなか行かないようなところの、うん、そういう世界のこう音楽のフェスみたいなのが多いんで、はい、やっぱりちょっと変わったところに行きましたね。この間ローカルな感じ。そう、アフリカもそうだけど、うん、やっぱ普通に、例えばロックバンドとかやって、ここは行かないだろうみたいなとこ、はい、行けるのがまあ、すごく愉快ですけど。食べ物とかも、食べ物は僕は全然大丈夫ですね。うん、辛いものも、まあ、土地柄ネパールとかやっぱ辛いものもいっぱいあるし、はい、でも全然どこ行ってもまあそれなりに。うんうん、一番なんかその食べ物的に、うん、うーんっていうのは、うん、まあこういうことを言ったら、ね、その国の人に失礼かもしれませんけど、うん、まあモンゴルとロシアの料理は、うん、もう一回食べたいっていう感じにはとりあえず今のところなってない。そうか。ロシアはね、ロシアはでも、それでもね、ボルシチとかは美味しかったですけど。うんうんうん、モンゴルってなんか羊肉だのイメージ。そう、羊肉とか根菜とかを茹でたりとか、塩で焼いたりとか、うん、まあシンプルなんですよ。あっさりしてるんですか。まあ素材の味を楽しめって言われればそれまでなんですけど、うん、自分的には、まあ、うん。って感じですか。はい、でも別に美味しくなくて食べられないとかそういうのはなかったですけど。はい、じゃあいろんな国に行って、まあ、そういうのも楽しんで。そうですね。ですかね。で、中条さん、本当に今日、ラジオに出ていただけるってもう嬉しくて、はい、声をね、はい、なかなか。喋れないから。喋れない。一応、別に喋れないわけじゃないんですけど。そうですよね。でもね。もうなんかね、うん、最初の頃にその喋んないとか、うんうん、マイクが立ってないとか、そういうイメージがついてるんで、まあもう、これはもう喋んない、という人にしようっていうことで、はい。一応そういう、そういうことで、はい。うん、になってます。確かにブルース・ザ・ブッチャーでも、一番最後の最後に、はい、まあ本当にアンコールも終わって、次の、
ライブはっていう ね、あれもまあなんか、ね、話だけ、はい、してくださって。なんかネタ化してますけれども。うん、そうですね。うん、で、なんかそういった中条さん、なんかこう、いつもミステリアスな、なんか雰囲気というか、謎めいたというか。全然そうじゃないですけどね、はい。で、皆さんもそう思ってるかななんて思うんですけど、はい、お家とかではどんな風に過ごされてるんですか？家ですか？別に、あの、変わんないですよ、普通の、はい。別にね、うん、あの、もう音楽ってなってるわけでもないし、うん、全然、あの、普通にスマホ見たりとか、最近テレビあんま見なくなりましたけど、テレビ見てたりとか、はい、飯食ってたりとか、本読んだりとか。本読んだり、うん。変わんないっす。そう、はい。はい。特になんかすごいいつもベース触ってるとかっていう。そんな、感じでもなく。そんな、あの、ことないです。うんまあ、本当はそれじゃダメなんだと思うんですけど。いやいやいや、でも。本当にね、でもね、自分が思って最近思うのは、うん、やっぱり本当に楽器が好きで、うん、本当にしょっちゅう触ってる人は、やっぱり上手くなる。うんうんうん、俺みたいな物草はやっぱり。物草ダメです。中途半端なんですよ。そうかな、そうですか。はい。じゃあ、で、まあ、あと、料理とかは料理もしますけど、はい、まあね、あの、なんていうんですかね、こう、やっぱりそれは本格的に自分がこうやらなきゃとか、やりたいとかそういうあれが多分ないんでしょうね。うん、やるんですけど、うん、絶対そのね、なんか見ながら やるんですよ。あ、いわゆるその、うんスマホでレシピとか見たりとかして、はいはいはい、クックパッドみたいな。そうそうそう。うん、で、やると、うん、それ美味しくできるんですよね。いやー、すごい。ね、うん、YouTube とか。分量通り。そうそうそう。うん、やって、できて、うん、お、これは、俺料理の才能あるかもとか思うんですけど、うん、それは見てやってるからであって。いや、それすごいと思います。うん、いや、それが、だからそれを見ないで美味しくできたら、それが本当のあれですよ。料理の上手い人とか。そうですかね。そういう、だからね、多分、うんでも嫌じゃないんですね。作りたいのがないんでしょうね。まあ嫌じゃないですよ。食べるのは好きだから、うん、作って美味しければ嬉しいし、うん、まあ、そうなんですけど、うん、でもまあ、中途半端ですね。そうですか、うんだ。何が好きですか？食べ物。食べ物？中条さん。なんだろうな。お寿司かな。あ、寿司いいですよね。自分じゃ作れないけど、寿司、お寿司いいですね。私も大好きです。はい、それもまあね、なんかその、うんみんな好きなものを、うん、好きですよ。うん、あの、まあ、お寿司も好きだし、うん、カレーも好きだし、ハンバーグも好きだし、はいうん、まあ、お魚料理とかね。もともと海の方の育ちなんで、お魚料理は好きですけど、もともとから、うん。うん。そっか、なんか、取り留めもなくなってきてすいません。いえ。いいんですか？じゃあ、このあたりで、曲の、はい、じゃあ紹介を一曲、お願いしたいと思うんですけれども、はい、今日持ってきていただいたのが、はいブルース・ザ・ブッチャーのファーストアルバムということで、はいこれは2008年、P. バインさんから出てる。はい、で、スプーンフルというアルバムの1曲目の、はい、So Many Roads, So Many Trains。はい。オーティス・ラッシュです。はい。じゃあ、聴いて、はい、いただきます。聴いてください。はい。
この番組は声で集まろうコンセプトにリスナーの皆さんからの質問やメッセージを受け付けています。早速最初の質問が届いてます。はい。中条さんのベースは、はい、大好きなんです。そのフレーズっていうのがてんこ盛りで、聞いていて心をわしづかみにされて大変幸せです。そうですか。はい、ありがとうございます。ぜひ、ベースラインだけの音源を作ってほしいですという熱いメッセージを寄せてくださったラジオネーム、すいません、後になっちゃった、レンコンさんという方からで。はい、はい、まあ。ありがとうございます。ベースラインだけの音源。ベースソロってことですもんね。いや、どうなんですかね。うん、それって、うん、なんだろう、最近その、YouTube とかで、はい、例えばその、今までのね、その名曲って言われてるものの、はい、例えばベースラインだけとか、うん、ギターだけとか、歌だけとか、で、その、抜き出して、アップされてるものとかあったりして、まあ本当はそれやっていいのかどうかわかんないですけど、公式にやってるのもあるのかな、わかんないけど、うん、そういうのの類じゃないんですかね。あ、言ってる。多分ね。ベースラインだけの音源を。うん、なるほど。で、レンコンさんからは結構いろいろ他にも質問というか、はい、で、歌うような摩訶不思議なベースラインは一体どこから湧いてくるのですか？自分では全然そういうふうに思ったことないんですけど、はいはい、まあ、いろんな、例えばいろんな音楽聴いたりとか、うんうん、するのが、まあ、好きなんで、まあ、美味しいところは、例えば家で、うん、その、どういう音なのか撮ってみたりとか、するし、はい、まあ、あとは思いついたら、はい、とりあえずこう、弾いてみて、うん、自分のその、なんていうんですか、その、音楽的なその、ボキャブラリーの中に入れていくようにはしてるんで、うん、そういうのがあってじゃないですかね。なるほど。まあ、みんなそうだと思うんですけど、うん、別にまあ、自分的には、自分がそんなになんか変わった、とやってるっていうあれは全然ないんですけどね。うんうん、まあそういうふうに思っていただけるんだったら、嬉しいですけど。はい。で、レンコンさんからは他にも質問いただいてまして、はいはい、シアターブルック、カウチ、ブルース・ザ・ブッチャーと全く毛色の異なるバンドに所属されていますが、それぞれのバンドに参加することを決めた理由や意気込みをお聞かせください。はい。演奏にあたり、バンドによって弾き分けや心構えの違いとかありますか？うん、各バンドの特色、売り文句をぜひベースマン中条さんの立場からの言葉でお聞かせくださいって。ちょっといろいろあるんですけど、すごいですね、思いついたところだけでも大丈夫です。まあ、シアターブルクのことに関しては、はい、そのさっきね、前半の、うん、はい、まあ、話したような経緯で。はい、そうですね。まあ、やることになって。はい、まあ、音楽性とかもその、うん、なんていうんですか、自分がその興味持ってたものに近いものがあったから、うん、すんなり入れた。待って、うんうん。で、まあ、ブルース・ザ・ブッチャーに関して言うと、まあ僕、その最初にね、高校生ぐらいの時に、友達とバンド始めた時に、はい、ブルースとか、ソウルとか、リズム&ブルース、はい、まあ、その辺のものをやるバンドを始めたんですよ。うん、高校の友達と。あとは、まあ、そういう、ちょっと何ですか、ブルース色のあるロックのバンド、はい。好きだったんですね。そう、好きだったんですけど、うん、それで、そういうの聞いてやったりしてると、まあ、大学生ぐらいの時なんですけどね。大学生の時かな。こう、まあ大学ぐらいの時か、はい。日本人でもそういうのやってる人たちやっぱりいる、うん、いたじゃないですか、うん。で、それを、まあ、レコードとかで聞くわけですよ。はい、まあ、それはウエストロードブルースバンドだったりするんですけど。はい。はい。うん、サウスとサウスとかね、うんうん。ウエストロードブルースバンド、すごいやっぱり、良かったんですよ。かっこよかったんですよ。はい、で、日本人でもこういう感じでやっぱできるんだなと思って、参考にしようよ、うん。まあバンドのメンバーとかね、はい、みんなって言ってて。で、まあ、夜音、日比谷夜音のライブとか見に行ったりして。うん、まあだからその学生の頃、仏さんをこう夜音、夜音のステージに立ってるの見たりしてたんですけど、うん、まあまさかね、自分がまあ今一緒にやるとは思わなかったんですけど、うん、当時の自分に教えたいですけど、うん、そんなことはあって、まあ、バンドを、まあ、その、学生時代の友達と続けてたんですけど、はい、みんな、まあ、その、大学卒業する頃には、ね、音楽続けるとか、うん、まあ、もう、やめるとかっていう話になったり
するんですけど、はい、まあ、そのやってたバンドは、まあ、そこで、地元のバンドは、まあ、終わりっていう言い方も変ですけど、うん、自然にこう、やんなくなっちゃって、うん、で、僕はその、まあ、音楽やってきたかったんで、うん、じゃあ、ちょっと東京のミュージシャンとかと、やりたいなというふうに思ってて、はい、で、まあ、大学時代の同級生の人と、まあ、バンドを組んで、都内のライブハウスとかに出るようになって、うん、で、まあ、そのうちに、こう、まあ、シアターブルックっていうふうにつながっていくんですけれども、はい、うん、で、まあ、なんでその二つのバンド全然違うのにっていう、はい、そういう質問でしたけど、あ、まあ、カブチはちょっと、はい、うん、後で、はい、後で出てきますけど、はい、うん、シアターブルック、さっきも言いましたけど、一枚目で、まあ、すぐね、うん、そのドラムとかキーボードのメンバーが変わってってっていう話をしたんですけど、うん、沼澤さんが、まあ、入ることになったんですよ。はい、で、沼澤さん、まあ、ね、当時は、まあ、当時っていうか、今もそうなんですけど、ちょっと、なんていうんですか、高いところの、かなり上の方にいるような人だったんですけど、うん、まあ、一緒にやるようになって、いろいろ親しくなっていくと、まあ、沼澤さんが今度、仏さんとね、はい、一緒にブルースパワーとかをやり出すっていう話になって、うん、で、僕も見に行ったりして、うん、そのうちに今度ちょっと、ブルースパワーは、まあ、ベースがいなかったから、はい、なんか、中条くんはそういうブルースとか、そういうの好きでしょ、ちょっとやってみてくんないみたいな話をいただいて、うん、はい、で、まあ、ジロ吉で、まあ、当時浅野さんがいたブルースパワーに、うん、混ぜてもらって演奏して。で、まあ、その後、浅野さんが亡くなっちゃった後に、うん、今のブルース・ザ・ブッチャーっていうバンドを始めるにあたって、じゃあまあ、正式メンバーで、みんなでやっていこうっていうことになったわけ。で、まあ、今に至るんですけど、うんうん、はい、まあ、そういう今の状態も含めて、もともとはいろんなバンドやってますけど、自分の一番根っこのところに、あるのが実はブルースとかだったんですよ。うん、そうなんですね。だからまあ今、うん、あるっていうのもあるんですけど、うん、それ、だからね、今考えるとこの状態が実は一番大元のとこで、うん、まあ、あとは周りにこう自然にくっついてくるものがあったりして。で、カウチは、うん、シアターブルックに入る前にやってたバンドで、一緒にドラムをやってた。はい、長いんです。あ、はい。別のバンドね。はい。うん、シアターブルックの前の、うん、僕は、その学生、大学の時にやってたバンドで、うん、ドラムをやってた、小島くんっていうのがいますけど、はい、小島くんが、話を持ってきたっていうか。うん。まあなんかいろいろ。まあ人のつながりですよ、うん、結局、うんうん。今やってるのは。だから何もないとこからポンって話が来るっていうのは今のところ僕はそんな別になくって。うん、まあ、うん、なくってっていうか、うん、ないわけじゃないですけれども、うん、やっぱり今メインで活動してるもののほとんどはやっぱりよくよく考えるといろんなところで繋がってるものが、っていう感じですよね。うんうん、ちなみにジロ吉に初めて来たのは、はい、ライブですか？それとも、自分の、ジロ吉にね、初めて来たのは、見に来た、ね、それは、うん、ライブ。ブルース。うん。で、うん、この、なんていうんですかね、はい、実は、まあ、ジロ吉にちょっと関して僕は話したかったことがあって、はい、ぜひ。うん、いわゆるバンドを、やって90年代か、うん、やってた頃っていうのは、大体がロック系の小屋がほとんどで、はい、ロフトとか、はい、ラママとか、うん、屋根裏はまあちょっと変わっちゃったりしたんですけど、うん、まあ屋根裏があったりとか、そう、下北ですね。うん、でまあそっち方面のものがほとんどで、はい、で、ジロ吉って昔から名前はものすごく知ってて、すごい人がいっぱい出てるのは知ってるんですけど、敷居がちょっとね、高いっていう印象があったんです。見に行くのにも、うん、そう。ええー。大人が行くところだみたいなのがあって、はい。うん。ちょっと怖い感じですか？怖いっていうかね、うん、それとはまあ、怖いっていうのとは別で、うん、なんていうんですかね。いわゆるロック系のところでやってたところからすると、ちょっとまた、もう少し違う香りがするっていうか、うんうん、やっぱりルーツミュージックものがすごい基本にある、はい、とこだったじゃないですか。はい。なので、
ちょっと、やっぱり、こんな自分は行けるところじゃないのかも、みたいな。うん、まあ、出れるところでもないだろうな、みたいな感じもあって、うん、あの、すごい老舗なのに、うん、なぜかこう、ちょっと、なんです、なんですかね、自然に避けてた部分があったかもしれない。もうでも、すでに老舗みたいな感じですかね。なんかその頃は多分まだ、きっと20年とか。でも、だって90年代、うん、80年代、90年代ではもう、老舗でしょ、うん、そっか、うん。20年ぐらい。75年なので。45周年でしょ、はい、今年は。ね、これさすがに、はい。やっぱり、あの、うん、あの自分が行ってた場所っていうのはやっぱね、うんなんていうんですかね、これ言い方悪いですけど、ガキの溜まり場みたいなところがやっぱあったんですよ。うんうん、まあでも若い、実際若かったから。うん。でも、だと思うんですけど若くてもやっぱここに、次郎吉に遊びに来たり出てたりする人たちはいっぱいいたじゃないですか。小鉄、ねうん、とかもそうだろうし。そうですね。うん、そうだ。うん、そういうのも含めて、まあなんていうんですかね、ルーツミュージックってね、たまにね、その、敷居が高い時があるんですよ。今も。今もね、そういう空気は多少あると思う。うん、なんていうんですか、こういう言い方するのもあれですけど、深く知らないと受け付けないみたいなところが、うん、浅く知ってるだけじゃダメだよみたいな、ノリっていうのは多少あると思うんですね。うん、別にその、ちょっとだけかじってて楽しみたいからっていうのが一番ベストだと思うんですけど、うん、ちょっと閉ざしてる部分もなきにしもあらず、実はあると思うんです、うん。本当はね、その、お店側からするとそんなこと全くないと思うんですけど。うん、そうですね。だけど、聞く方が、そういうふうに。うん、だから、うん、よく、まあ聞きますもん。次郎吉って行ってみたいんだけれどもっていう。ぜひ来てください。都内でね。都内に住んでる人でも。はいうん、へぇー、うん。そっか。だから、それってね、ライブハウス全般、もう同じことだと思うんですけど、もともとそのライブハウスっていう大きな、そのね、うん、集まりがある中で、はい、またその、それぞれあるわけじゃないですか。はい、で、もっと基本のそのライブハウスっていうの自体が、その、うん、なんか行ってみたいけど、なんだかちょっと怖いし、みたいな、うん。っていう人も結構いると思うし、わかんないし、敷居は高いし、うん、ちょっとなんか、少し音楽が好きなだけじゃちょっとはしんどいかなみたいな人結構いると思うんですよ。うん、でもまあそういうのも関係なしにね、行けば楽しいと思う。そうですね、うん。今なんか、例えばもう配信とかで結局見ることはできるから、うん、そんなのでこう見て、あ、ここなら、それがね、配信の本当にその、うん、今その配信ですごくいいと思うことは、うんうんお店が、その、行けない人とか、うん、行こうと思ってるけど行ってない人とかにとって、はい、どんなとこなのかっていうのが、なんとなくわかるってことだと思うんですね。そうですね。で、遠い人とか。そう、次郎吉のね、配信の、いいのは、うん、その、最初にその、入り口から階段降りてるからとかやるじゃないですか。はいうんうん、あれもすごくよくって、なんかこう、うん、やっぱり、お店にこう、行った気になれる、はいそういうのすごく大事だと思うんですね。それをだから今この、はい、なんていうんですか、こういう配信しかちょっとできないような状況を、うん、まあ利用して、日本中、まあ世界中の人にね。そうですね。うん、伝えられればね、すごくいいと思うんですね、はい。そうですね。本当になんかついいつまで続くんだろうとかって思っちゃいますけど、うん、まあ本当にそういう面を楽しんで、うん。そういうところを活用していくしかないですもんね。まあ、そうですね。で、まだ実はいっぱい来てまして、はい、質問、レンコンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっといろいろと話が、ありましたが。満足いく答えになってないと思いますけども。またでも、別の機会でも来てください。で、続いて、ハーパー692さんから、はい、こちらツイッター経由で質問いただきました。はい、中条さんはライブ中、誰の音を聞いているのでしょうか仏さんの歌なのか、あるいは沼沢さんのバスドラなのでしょうかとのことで、ハーパー692さんはブルース・ザ・ブッチャの場合を例に挙げていらっしゃいますけど、はいかがでしょうか。ぶっちゃけ言っちゃいますと、はい、単体ではね、あんま聞いてないんですよね。全体がまあ入ってる状態で、例えば、はい、それって、
全体を聞いててやっててなんか違和感があるときは、うん、それなん違和感の原因を探すためにいろんなものを、例えばドラムと合ってないのかなってなったときはドラムがすごい耳に入ってくるし、うん、はい、ギターソロに行ったときに、うん、ギターソロに合わせたなんかこう流れを作れないかなと思ったらやっぱギターソロに行くし、うん、ハープのソロに行ったりするし、うん、歌が、あれここで歌入んなかったなとか思ったら、歌をすごい、こう、なんですか、歌に注目してたりとか、うん、何かね、こう、何かが起きなければ全体をもうなんか、漠然と聞いてやってる。漠然と。っていうことがありますね。うん、ただまあ、ソロ、ソロイストの人のソロに関して言うと、うん、そのソロに合わせて何かできるかもって考えたりしたときに、うん、ソロをすごく集中して聞いてたりするのはある。うん、あるかな。あとね、あ、そう、うんうん、歌があるバンドに関して言うと、やっぱ基本的には歌は歌詞も含めてね、はい、聞きながら。歌詞も含めてちゃんと。うん、やんないと、うん、なかなかその曲の感じは出ないと思うんで。なんかなんていうの、漠然と聞いてるけど、まあその歌がやっぱメインで多分頭に入ってきてると思います。うん、構成とかね、はい、そういうのも含めて、うん、ありがとうございます。では次に、はい、取手市にお住まいのしげよしださん、はい、ラジオネームしげよしださん、シアターブルックタリスマンの頃から、はい、中条さんのベースを堪能させていただいております。はい、さまざまなジャンルで。オールマイティに素晴らしいベースを聴かせてくださっていますが、中条さんが一番好きなジャンルや好きなベーシストを教えていただきたいですということで、実は今回は特別編として、はい、ブルース・ザ・ブッチャーの皆さんからも質問をいただいているんですけれども、はい、そのドラムの沼澤さんからも好きなベーシストは誰ですかという質問が来ています。一人で、一人を挙げるっていうのはすごい難しいんですよね。うん、で、まあ、その、例えば、自分の中でもその流行り廃りがあったり、はい、あった流行り廃りっていうのもあれですけど、うん、今この人がすごいなとか思って聞いてたりするのもあったりするんですけど、何、うん、ですかね。多分ね、一番ものすごくコピーしたのは、ドナルド・ダック・ダンだと思うんです。ドナルド・ダック・ダン。うん。で、それはね、最初の方でも話した、その、高校生ぐらいの時からやってたバンド、で、スタックスの曲をね、すごくやったんです。うん、オーチスレディングとか、はい、サマンデーとか、その辺の曲をすごくやったんで、うん、一人の人のそのベースラインをすごくコピーしたのはおそらく、ドナルド・ダック・ダンかな。うん、もうだから、割とルーツっていうか。ですね。で、ずっと好きっていう。はい。で、ドナルド・ダック・ダンってやっぱすごい武骨っていうか、まあ、その、もう、めちゃ器用な感じのことをやる人じゃないんですけど、うん、その後に、やっぱその、スタックス以外のものを、ブラックミュージックをいろいろやっぱ聴くようになってくると、うん、例えば、モータウン、はい、まあ、ジェマーソンとか、うん、ジェイマーソン。どっちが多分、うん、うん、もう、まあ、コピー、すごくね、フレーズを細かく取って、コピーしたりしたことはなかったけど、まあ、やったし、うん、あとはその後、ウィリー・ウィクス、ウィリー・ウィクスのそのダニ・ハサウェイのライブ版っていうのがやっぱね、すごく衝撃的だったんですよ。はい、みんなベースの人はね、これ言う人多いと思うんですけど、うん、もうものすごくって、多分、すごく若い時の録音なんだろうけど、うん、もう音質もフレーズもグルーブも、まあ全て完璧っていうか、もう、これはもう最高だなみたいな感じで、で、それをハマってすごく聴いてた時期もあったし、うん、その辺ですかね、うんうん。でもね、基本はポール・マッカートニーですけど、はい。あ、ポール・マッカートニー。最初ビートルズは好きだった、はい。へぇー。そっかそっか。ポールのベース。うん。いいですね。で、先ほどは沼澤さんからのコメントもお伝えしましたけれども、はい、ハーモニカの小鉄さんからも質問が来ています。はい。髭のお手入れはどうしているんですか？どれくらい時間をかけていますか？ツアー中はどうされていますかあまあ一緒にね、でもツアーされていますけど。髭、はいはい、の手入れですか、うん、まあ最近はほぼやってないですけど。え、はい。やらないとね、うん、結構ね、朝起きた時ね、うん、悲惨なことになってますね。え、
じゃあ毎日何かしなきゃいけないんですね。いや、なんていうんですか、寝る前、うん、別に何もやってないですよ。はい、お風呂入って、うん、顔を洗うの、ついでに。うん、でも。も洗うんですよ。はい。シャンプーとかそういう話でしょ、うん、はいはい。それは最近はもうめんどくさくってやってなくて、石鹸のみですね。うん、それで、石鹸のみで済ましちゃうと、うん、翌朝になるとものすごい寝癖がついてて、うん、で、これって、寝癖もね、冬場特に、はい、なんでかっていうと、乾燥もあるんですけど、うん、布団を顔のね、下半分ぐらいまでかけてることが多いんですよ。うんうん、で布団をかけちゃうともうめちゃくちゃになっちゃうじゃないですか。そうなんですか。夏場はね、うん、ちゃんとこう多分、うん、顔まで毛布かけたりとかしないから、はいはい、顔っていうかその顎のあたりまで、しないから、うん、そういうもので、寝てる間に何かこう、作用されるってことはないんですけど、冬場はもう、そういうふうに、今はだから朝起きると、うん、なんつうんですかね、こう、なんだろう。どういう状態なんですか。こう、いろんな方向に飛んでいると。いろんなね、こう、そうなんですよ。うん、こう、なんつうんですか、うん。割と引けて、こう、もわっていうか、ふっくらした状態がやっぱりいいんですよ。うん、いいんですよっていうか、自分はそれがね、いいんですけど、寝癖がついちゃってんと、もうね、それがちょっと固まったような状態で、うん、右の方にこう、ぐわって曲がってたりとか、うん、こう前の方にぐわってなってたとか、うん、あとはもう、全部こう、放射状にボワってなってたりとかして、大変なんですけど、うんじゃあ、櫛みたいな形で整えてるんですか今日とかも。あ、それはね、起きてそうなるじゃないですか。うんうん、そうすると、朝顔を洗った時に、濡らすんですよ、はい。あ、そうか。そうすると、はい、それが乾いた時に、割と綺麗な感じで元に戻るんですよね。うん、ああ、もそうですよね。その後もこう立ってるから、普通に。ところがね、うん、これがこのコロナで、マスクしなきゃいけなくなったんですよ。そうですよね。そうするとね、マスクをすると、はい、また寝癖と同じことになるんですよ。マスク跡がね、ついて。はい。またね、変な形になっちゃって、だからね、もうちょっとね。変じゃないけど、はい。そっか。そうなの。うん、だから、もう、そろそろね、短くしようかなと思って。え本当ですか私、うん、中条さんの髭の短い見たことないから、ね、じゃあ、ちょっと。マスクをしてると、はいうん、マスクの中で、髭がなんかね、うんすごい変な形になってたりするのが気になって、うんうん、すごく嫌なんですよね。うん、でも、例えば喋ったりとか、なんとかっていうのは、ねうん、あんまりそういう、邪魔はしてるわけじゃない。ヒゲが？うん。ヒゲはね、喋るのは邪魔しないですよ。物を食べるのは邪魔しますけど。そっか、うん。スープとか。スープはね、うん、割とうまく大丈夫なんです。スープってでもこういうふうにこう、まあね、ラジオで見えない。器を持つとか、スプーンを使う分には問題ないですね。うん、こう顔を下に、器に寄せて食べるときは注意しなきゃいけないですけど。うん、納豆とか怖いです。ね、だって、うん、ついちゃいます。そう。ついちゃいます。ついたらもう大変ですよ。うん、もうずっと納豆の匂いしてる、うん。洗わないとね。で、あとは、あったかいとか。あったかい、あったかい。あったかいです。でも逆に夏は暑い。夏はね、まあ、多少、多少、そんなことないな。なんか汗もができたような気になったりすることもあるし。いつから伸ばしてるんですか？もうね、長いですね。全く、ない状態っていうのになったことが、うんはね、そうだな。もうね、10年以上は全く生えてない状態ではな、全く生えてない。つるん。そうそう。つるんとしたのはないですよ。へぇー、じゃあもう自分でもその顔、顔の一部、もしかして忘れちゃったみたいな。一部になってますね。つるんって。うん。ああどんな顔だっけどんな顔だっけ、うん、なった時は、藤田誠みたいな顔だっていう。なるほど。ね、そっか。そうそうそう。そっかそっか。じゃあ、藤田誠。見れば。なるほど。でも、まあ、まだ、しばらく、こう、言えるが。でも、そろそろ、もしかして。わかんないですけど、はい。イメージチェンジというか、うん、あるかもしれないですね。短くするかもね、みたいな。うん。バサッと。うん。はい。ということです。ありがとうございます。はい、ということですって、私が言うのもあれですけど。じゃあ、小鉄くんの質問ですね。はい。はい。はい、で、最後に、はい、長井仏隆さんから、はい、で、梅津和時さんとの秋ブルースバンドで、はい、ウォーキンバイマイセルフを歌っているのに、なぜブルース・ザ・ブッチャーでは歌わないのですかっていう。それツイッターにも書いてましたよね。なぜ歌わないのですかって、うんうん、梅津さんとやってるバンドは、
みんなもう、あの、まあ、歌うまい人いますよ、そりゃ。あの、はい、ね、あの、みきおくんとか、かずひこくんとか、うまいですけど、それ以外の人も、下手でもいいから頑張ってちょっと、あの、リードボーカルっていうのを味わってみないか、みたいな、うん、そういうのなんですよ、うん。全員歌えますもんね。ね、一応ね。うんうん、え、抵抗とかはなかったですか？ありますよ。めちゃくちゃありますよ。そっか、うん。人に、だって人様になんかこう、うん、お聞かせできるものではっていう思いもあるし、それがまたこのコロナで配信、うん、はいはい。配信なんて言ったらもう、そうですね、あの、アーカイブとかで何日も残ったりとか、うん、ねえ、あの、いろんな人が見るじゃないですか。うん、これいいのかな、みたいなのはいつもあるんですけど、それはしょうがない。うんうん、しょうがない。まあ、あの、うん、そこはもう、はい、その元のバンドのコンセプトがそれだから、はい、しょうがないみたいな。っていうことで。で、はい、でも、で、ブルース・ザ・ブッチャーではさすがに。それはだって、はい。いきなりそのクオリティを落とすのまずいじゃないですか。はい、そこの場面だけど、ね。たまには聞きたいなっていう。それはこう、あの、うん、一生懸命歌っていればそれで全て OK っていう、うん、そういう方もいらっしゃいますと思いますけど、うんうん、はい。いやいや、あの、これはね、ここまで、おぉ、すごいいい、途中まですごいいいライブだって、これ、なんでこいつが歌って、そんなこと。っていうことにね、うん、なりかねないんで、うん、そこは、あの、遠慮させていただきます。うん、じゃあ、ブルース・ザ・ブッチャーでは、まあ、歌わない。はい。ということで、今日はこの後、はい、ブルース・ザ・ブッチャーのライブということで、はい、本番前のお忙しい時間に。いえいえ、こちらこそありがとうございました。本当に中条さんの声を聞けて、嬉しいです。そうですか、ありがとうございます。はい、あの、ね、うん、あの、ちゃんとこう、番組として成立するのがわかんないですけど、はい、編集よろしくお願いします。いやいや、大丈夫です。あの、そんな編集なんてするあれもないので、本当に。今日はたくさんお話を聞かせていただいて、はい、呼んでいただきましてありがとうございます。はい、これからもあの毎月、はい、いつも通りあのお世話になりますけれども、はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストはベーシストの中条隆さんでした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今週もね、もう出来たてほやんほやんの情報を皆さんに張り切ってお届けしてまいります。はい、11月8日に開催されました、一乗寺フェス2020の企画で撮影した、小鉄&内海陽子の高円寺散歩っていう動画、こちらの、京谷編、ダチビン編、スワンプ編が、ジロ吉の YouTube チャンネルで公開となりました。はい、こちらはですね、小鉄さんと内海陽子さんの二方が、高円寺の街を巡って素敵なお店に遊びに行き、食べて飲んでわははおほほ言うてお店の方と楽しいおしゃべりをするっちゅうようなね、内容の動画になってございます。ほんでイントロダクション編というものがもうすでに、ジロ吉の YouTube チャンネルアップされておりますんで、まあ、まずはねそちらご覧になっていただいてから、京谷編、ダチビン編、スワンプ編と見ていただきましたら、もうねもうそらすぐにでもね、もう明日にでもね高円寺もめっちゃ行きたいわっていうようなあの気持ちになるぐらいね、ほんまにね楽しい動画になってますんで、ジロ吉の YouTube チャンネル、小鉄&内海陽子の高円寺散歩、ぜひとも皆さんチェックよろしくお願いをいたします。はい、本でから続きましては、私ジロ吉のメグが、デザインをしております猫4匹で2メートル T シャツ、こちらがねもうほんまにあの大層ありがたい、もうおかげさんで大好評につき、なんとシリーズ化されることになりました。イエーイ。はい、ほんで新作アイテムの発売がなんと12月に予定されております。イエイエイエイ。はい、もうほんまにありがとうございます。これもね買うてくれはった皆さんのおかげなんですよ。ほんまにありがとうございます。で
で、シリーズ化されまして、第2弾の新作アイテムは、これからの季節にもう大活躍間違いなしやろっていうようなねアイテムで、今段取りを進めておる最中でございます。ほんでね、前回、1作目のねあのデザインイラストは、猫4匹で2メートル中ってね、まああのオンラインショップ、見てください皆さん、ああいったねあのようなイラストになっておりますけれども、第2弾はまた別の新しいデザインでね、段取りしておりますんで、12月の発売予定でございますので、皆さんぜひとも楽しみにお待ちいただけたら非常に嬉しいです。イエーイ、ありがとうございます。はい、ほんなら今週のジロ吉ナウもめでたしめでたし、ほなみほさんあとよろしゅう頼んます。めぐでした。めぐちゃんありがとう。さて次回12月6日のゲストはサックスプレイヤーの峰康介さんをお迎えいたします。皆さんから峰さんへ聞いてみたいことや熱烈な応援メッセージなどなどお待ちしています。声のメッセージ、そしてメールでのメッセージは番組のオフィシャル LINE、 SNS などで受け付けています。詳しくは番組のホームページをご覧ください。そして番組やジロ吉を応援してくださる方、ぜひドリンク1杯分のご支援をいただけますと幸いです。こちらはジロ吉オンラインショップにて受け付けています。お礼にジロ吉で使えるドリンクチケットを送らせていただいております。今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは皆さんお元気で。ジロ吉のみほでした。